アメリカで1965年に誕生したピックルボール。このスポーツが今爆発的な人気を集めているということをご存知でしょうか？初めてなんで難しかったんですけど、もっと上手になりたいなって思いました。テニスよりは動くのが少なくて、早くこう攻めたりする機会が多くて、とても楽しかったです。本場アメリカでは今最も急成長しているスポーツで、競技人口は年間850万人、テニスよりも多いと言われています。食欲の秋、芸術の秋、いやいややっぱりスポーツの秋ということで、スポーツの企画が今年もやってまいりました。運動がとっても苦手な私に指導してくださるのは、テニスアリーナガーデン伊沢さんです。山西さんもまた今まで以上に今日は楽しんでいただけるかなと思います。ピックルボールはですね、テニスと卓球とバドミントンを掛け合わせたような、本当に老若男女が楽しめるスポーツって言われてて、本当にちっちゃい子から年を召された方まで楽しめるようなものになってます。ピックルボールのコートはバドミントンと同じサイズ、中央にネットを張り、プラスチック製のボールを打ち合うラケットスポーツです。こちらがピックルボールのラケットと言われるパドルと呼ばれるものになります。形だったりとか大きさは卓球のに近いんですけど、少しだけ卓球のラケットより大きいようなんですね。材質は何でしょう、硬い？そうですね、木のもあれば最新のカーボンだったりとか、いろんな種類があります。こちらが、ピックルボールで使用するボールです。たくさん穴が開いてまして、穴の間をこう空気が抜けていくの でこれによって空気抵抗が生まれるので、むちゃくちゃ速いボールはなかなか飛ばないようなボールになってます。ピックルボール最大の特徴はラリーが続きやすいということ。空気抵抗を受けたボールは打ち返しやすく、上手くなるのが早いそう。最初ですね、そしたらボール慣れていただきたいんで、地面に一回落として打つ形、こんな形で落として打つ、落として打つ、いきますよ。ちょっと待って、私が落とし方がおかしいのかな。少しちょっとこう膝を屈伸していくような形がいいです。あ、いいですね、はい、こうちょっとこう屈伸、こうボールのバウンドに合わせてこう屈伸してあげると結構ボールバウンドしやすいかなと思います。OK です、屈伸ですね、はい、あ、いいですね、お、上手。じゃあ次はですね、はい、この真上に、バウンドさせずについていく流れですね。こんな感じで真上に少し、お、上手、お、いいですね。これで本当にラリーができるのか、ちょっと、いや、かなり雲行きが怪しい状況ですが。次はラリー、実際に打ち合いっこするのをやっていきたいと思います。基本ラケット下から上、下から、ね、そうですね、下から上にこう振ってほしいんで、その時にボールとこのパドルが当たった時に、ラケットの面がちょっと上向きの状態を作ってほしいです。いきます、はい、はい、あ、惜しい。来た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 、はい、はい、ナイス、はい、はい、いいですよ、はい、ボールを打つたび、コートに響き渡る気持ちのいい音。オッケー、いいぞ、はい、ボールが軽いので弱い力でも飛んでいきます。はい、お、いいぞ。そっか、バウンドしてもしなくてもいいんですね、はい、そうです、どちらでも大丈夫です。お、バッチリ。え、すごくない？テニスとかいろいろこう体験させていただいてて、ラリーがこんなに続いたの初めてです。もう今人生初を体験してます。すごい、めっちゃ楽しい、はい、ラリーが続けば楽しさ倍増、初心者もすぐにこの楽しさを味わうことができるんです。はい、いいぞ、7、はい、8、9、10。ピックルボールは2人1組になって行うダブルスが主流です。いけます、はい、落として、はい、よいしょ、お、よいしょ、よいしょ、いきます、はい、よいしょ。
サーブとリターンをワンバウンドさせるというのが最も象徴的なルールです。ネットの近くにはノンボレーゾーンが設けられています。ボレーやスマッシュなど攻撃性の高いプレーを減らし、長くラリーが続くように考えられているんです。そしてご覧の通り、運動が苦手な私でもなんとかボールに追いついています。コートが小さく、テニスほど走り回ることはないので、初心者にもちょうどいいんです。プレイヤー同士の距離も近く、汗を流しながらの交流も楽しめます。ありがとうございました。誰でも気軽に参加できて仲良くなれるのもピックルボールの魅力ですね。今日初めてやる人もこれまでも長く楽しんだり経験している人も一緒になって楽しめるっていうのが一番の魅力ですね。ラケットスポーツはやったことない、運動しばらくやってないなっていう方にもぜひ体験していただきたいです。